苦い、苦い。私はあの時考えたんだ。あれと一緒にしおちゃんが誓いの言葉を唱えたんじゃないかって。そしたら口の中に苦みが広がって我慢できなくなって、好きな人が誰かと一緒なのが耐えられない。嫉妬？嫉妬？あれとしおちゃんは絶対に合わせない。もしも邪魔になるようなら計画的に排除しなきゃ。